皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。中国の中央部は、氷、大雨、強風、雪などの厳しい気象条件に苦しんでいます。寒気団と暖気団の両方の影響を受け、陝西中部、山西中南部、河北中南部、河南北部、湖北西北部など各地域以来、広範囲にわたり豪雪に見舞われた。湖南省鎮州市では大雪や着氷により送電灯や電柱などが倒れるなど、市全域で電力供給設備が破壊され、多くの地域で停電、市民生活に影響が出ている。北京、河北、山西、河南、山東など各地は次々と、見かけて豪雪に見舞われた。河北、黄河淮河流域ではこの時期としては観測史上初めて、河北、山西、河南では60年ぶり、地域によっては100年に一度という大雪となった。厳しい寒さの中、本土の多くの地域で停電や停電が発生しました。最近、浙江省温州で断水が発生しました。深圳の劉港地区の住民は、過去6ヶ月間、給水が断続的であり、大量の水を自宅で準備する必要があると不満を漏らしました。地元の人々は、2019年以降、自宅の水圧は非常に低くなっていると述べました。少量の水道水は、1日1?2時間しか利用できません。中国南西部の雲南省湘南市と貴州省筆雪市の境界地域、地震が発生した。でに80人が死亡し、896人が負傷している。三峡ダムは、区放流量を増やしたものの、水位は 169.9 メートル近くまで上がっているようです。地元住民らは、三峡ダムが建設されたことで一帯の地震活動に変化が起きたと主張している国新。遼寧省大連市では、突然降り出した雪で市内の交通が麻痺状態となった。交通警察が緊急出動して車を誘導、各部署は除雪作業に追われた。冷気が南下し続け、中国南部のほとんどの地域に影響を及ぼし、大規模な氷の嵐が貴州省南西部の多くの地域の家、車、作物を襲った。地元住民によると、嵐は多くの家の屋根のタイルを損傷した。黒竜江省中東部や吉林省中東部、遼寧省北東部などの地域で大雪になると予報。そのうち、黒竜江省東部や吉林省東部などの一部の地域で豪雪になるとしており、黒竜江省で最大規模の降雪の天気となった。2ヶ月にわたる大雪や気温低下のため、これまで116人が死亡したと報じられていた。雪の影響は十数省に及ぶ。